どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、マリオットボンボンホテルのソフトランディング解説ということで動画ねやっていきたいなと思います。ということで今ね、私はニューヨークにおりまして、ホテルがね、前回マリオットマーキスにね宿泊してたんですけども、またちょっとね違うホテルに移動しまして、またこのホテルの紹介はね別でやりたいなと思ってるんですけども、ちょっとねこの部屋の客室ちょっと明かりが足りなくてですね、ちょっと私の顔ね暗くなっちゃったりすると思うんですけども、まあ、この点はねご了承いただいてご覧いただければなと思うんですけども、今回ねマリオットボンボンホテルがソフトランディングについて規約ね更新いたしましたので、本日はねこちらの解説やっていきたいなと思いますので、マリオットボンボンホテルのステータスね保有されている方はぜひね最後までご覧いただければなと思います。ではね、まずソフトランディングって何ですかっていう話なんですけども、マリオットボンボンのねステータスの落ち方の話なんですけども、マリオットボンボンホテルのステータスでチタンステータスを保有されている方がその年に防衛をしなかったら翌年ね、プラチナに落ちた場合、これがねソフトランディングっていうステータスの落ち方で、1個下のねステータスに落ちることをまあこういった感じでね呼ばれておりまして、まあ本来だったらですね、このチタンステータスでステータスを防衛しなかったらですね、まあマリオットアメックスプレミアムカードとか持ってたら持ってるだけでゴールド会員になりますよね。ですので一気にね、ゴールドまで落ちる、これがクラッシュランディングっていうね、まあ落ち方なんですけども、まあソフトランディングで1個下に落ちるか、クラッシュランディングで2つ下までね落ちるか、まあこれがねあのソフトランディングとクラッシュランディングなんて言われたりしてるんですけども、まあこういった感じでですね、2023年はどっちになるんだっていう話を、まあ、ずっと追っかけてきてたんですけども、この規約がですね先日ねやっと更新されまして、まあ、これで多分ほぼ確定になると思うんですけども、まあ、前回の動画ではですねアンバサダー自体がソフトランディング適用みたいな感じで、それ以外の方はソフトランディングしないみたいな、まあ、そういった感じでね規約が記載されたので、まあ、ほぼほぼねそうなるんだろうなみたいな感じで、まあ、思っていたわけなんですけども、まあ、先日ねさらに規約が細かくね記載がされまして、ちょっとね読み上げさせていただきますけども、2023年1月、全会員は2022年のロイヤリティ活動を以下のように評価されます。2022年にエリートステータスを達成した会員は2024年2月まで現在のステータスが更新されます。また2022年にエリートステータスを達成しなかった会員は2024年の2月まで現在のステータスより1ランク下のステータスが提供されます。これらの会員は2023年3月から新しいステータスが表示され、2024年の2月までそのステータスをご利用いただけますということで、これねマリオットボンボンホテルの新しくね更新された部分をディープルっていうね翻訳アプリで翻訳させていただいた内容になるわけなんですけども、まあ、こういった感じでですねマリオットボンボンホテルの規約でですね更新がされましたっていう風になりますんで、ということで2023年はねソフトランディングありっていった形になるんですよね。ですのでマリオットアメックスプレミアムカードね保有されている方は、まあ、保有しているだけでねゴールド会員になれるっていう風になりますんで、まあ一番下はね持ってる方は、まあ、ゴールドがね一番最低ランクになるわけなんですけども、まあ、チタンステータスね保有されてた方で2022年防衛しなくても2023年は、まあ、プラチナがね利用することができるっていった形になりましたということなんで、2023年ね、ソフトランディングはもうアンバサダーもチタンもね、適用っていう風になりますんで、まあ、2022年ね防衛とかねされなくても、まあ、1個下のねステータスで、2024年の2月まで、利用することができるっていう風になりますんで、まあ、対象者の方ねどれぐらいいらっしゃるのかちょっとわからないんですけども、ひとまずねこういった感じで落ち着きましたので、対象の方はですねぜひね覚えておいていただければなと思います。いやね正直前回の規約が更新された時に、まあ、ほぼほぼね2023年はソフトランニングがないんじゃないかみたいなね、まあ、そういった感じで落ち着いておりましたので、今回こういった感じでね明確に記載がされましたので、まあ、これでほぼ決まりだと思うんですけども、正直ですね前回の規約更新された時に今年はねアンバサダー以外ないのかななんていうふうに思っておりましたので、結構驚きですね。はい、ということでアンバサダーチタンね持ってる方で防衛されなかった方もですね1個下のねステータスであと1年間ね、まあ正確には2024年の2月までですね利用することができるっていう風になりますんで、この点はね覚えておいていただければなと思います。
それでは次にですね、ちょっとね話変わるんですけども、 SPG アメックス時代からですね、マリオットホテルのレストランありますよね、まあ、こちらで今までずっと割引が受けれたと思うんですよね。でこれが1回終わって、またマリオットアメックスプレミアムカードがね発行されて、まあ、こういった感じで割引がね受けられたと思うんですけども、こちらの特典ね2022年の12月31日で終了っていう風になりまして、ちょっとこれはね私延長があったり、またね他のまあキャンペーンみたいなのがね始まって、また利用することができるようになるんじゃないかななんていうふうに個人的に思ってたんですけども、今現時点ですねこちら公式サイトなんですけども、12月31日をもって終了いたしましたっていうのが記載があって、まあ、それからね公式サイト変わっておりませんので、まあ、これからはですねマリオットアメックスカードね保有していたからといって、まあ、割引等々はね現時点は受けられないっていうふうになりますんで、この点はね覚えておいていただければなと思います。ちょっとねこちらは残念ですね。というのも今ヒルトンがねずっと LINE ダイカーメンバーっていうねステータスによってね最大 25% オフまで食事ね割引で利用することができるっていう風になりますし、またね HPCJ とかでもね割引受けることができるんですけども、まあ、こういった感じでヒルトンの方はですね食事割引で利用することができるので、利用されている方ね結構いらっしゃると思うんですけども、まあ、残念ながらですねマリオットボンボイの方はこちらね終了っていう風になりますんで、またね再開されればいいんですけども、ひとまずですね、次のね何かがない限り今のところは終了っていう感じで、リッツカールトン日光とかもね確かここら辺使えたと思うんですけども、あそこいくらでしたっけ、朝食7500円でしたっけ、結構高いんですよね。でですね、あれ割引受けれると本当に2人とかだと本当に5000円とか4000円とかね割引受けられて、私が行った時もね私が行った時はまだ SPG 時代のね割引だったと思うんですけれども、本当に結構いい額ね割引いて利用することができたんで、またね食事の内容もめちゃくちゃ充実しているということで、すごい人気のあるあの朝食が割引で利用することができたんですごい良かったわけなんですけども、まあ残念ながらですね今後はね利用することができなくなるっていう風になりますんで、ホテルでね食事利用されてた方はですねぜひね覚えておいていただければなと思います。今後はですね残念ながら正規料金っていう風になりますんで、ちょっとねこれは残念ですね。はい、ということでこちらもねぜひ覚えておいていただければなと思います。ということで今回ですねマリオットボンボイホテルが規約更新でソフトランディングについてね記載がありましたので紹介ねさせていただきました。この動画ね役に立った方いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。先日ね、YouTube のね、今後の活動について、紹介させていただいたわけなんですけども、非常にね、温かいコメントね、ありがとうございます。発信自体はね、やめずに、不定期更新でね、やっていきますので、これからもね、ぜひよろしくお願いいたします。非常にね、温かいコメントをたくさんね、いただいて、本当にありがたい限りです。本当にありがとうございます。ということで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。